前期は、もうとりあえず書いてみようって感じで、その人の、まあ、ほとんどもう実体験だったり、原風景だったり、もうそういう記憶から引っ張り出してきて、とにかく、脚本を完成させようって感じでやったんですけど、後期は、まあ、言ってみれば書きたいもの、自分がとにかくこれ書きたいんだっていうものと、あと、まあ、先ほどお話ししたような、商業として書かなければいけないもの、その2つを一旦こうラフを作ったり、シノプシスを作ったりして、どんどんこうディスカッションとか公表を重ねながら、まあ、本当に書きたいものがそのまま商業で、いい線いっちゃう場合もあるし、やっぱりその書きたいものではちょっと、商業的には求められてないんじゃないかみたいな、そういうこともあるので、一応2本書いて行って、いけるなっていう方を、最後に、30分の、本にしてみるっていうことをやっていきます。はい、もう本当に、ラフ、シノプシス、脚本を、どんどん出していきます。はい、最初からシノプシスとかって別に書ける人は別に書いちゃってもいいんですけど、必ずしもそうではなかったので、だからもう本当に雑にこう箇条書きとかでも何でもいいから、なんかとりあえず何を書きたいのかとか、まあ、僕の場合だと書きたいものと書かなければいけないものっていうのをこう2つ分けて、それを最初ラフから始めて、まあ、書ける人も本当にシノプシスとかそういうのでいいんですけど、で、はい、進んでいくにつれてそれをプロットにしたり脚本にしたりして、それはもう、書いてもらって、でさらに講義の前に全員文を読んできてもらうっていうのをやってます。はい、やっぱ30分のものとかになってくるとやっぱ長いので、それを読んでるだけで授業が終わってしまう可能性があるので、先にもう読んできてもらって、で僕こう思ったよ、どう思ったみたいな感じで進めていく感じですね。はい、